リアタイ打撃個人指導。はい、こんにちは。横浜純正一筋しんどくんです。最近よくね、こういったリアタイ打撃個人指導動画よく上げているんですけれども、また新たに DM いただきましたので、依頼者さんのお力になれたらなと思います。今回依頼者さんの情報はこんな感じ。お悩みとしては、高めの速球系が内野フライになりがち。外角の変化球を流すことができない。左打者多めで内角のツーシームを打つとファーストライナーになることが多い。まあこれはね、今のところ対策のしようがないかな。球速が速いツーシーム持ちピッチャーが苦手とのことです。使用端末は OPPO reno 7 A で、感度は5でね、タッチペンを使っているとのことです。ちょっとこの端末僕はごめんなさい、知らないです。最高打率4割5分、期別打率が3割6分3厘、目標としては4割以上キープできるようにしたいといったところですね。今日の動画で一番知りたいことは、高めをうまく打つための待ち方が知りたいと、リクエストいただきましたので、それについてしっかりお答えできるように頑張りたいと思います。またですね、この個人指導の応募方法は動画の最後にお伝えしますので、我こそはという方はですね、ぜひね、動画最後までご覧ください。それでは早速本編へ。さあ、それでね、依頼者さんのバッティング見ていきましょう。1番はね、広角ラインドライブの坂倉さん。まあ、打順の組み方的にはね、いいんじゃないでしょうか。まあ、僕のね、個人的な意見としては、やっぱり打率を残しやすい方からね、優先的に、上位打線に持ってくるのがね、いいと思っております。はい。で、ここね、お悩みの一つであった外角の変化球を流せないといったところですね。はい。流し打ちはね、今日あんまり触れる気はないので、もしね、流し打ちの動画見てみたい方は、こちらの動画ご覧ください。で、今ね、丸さんはいい感じで修正できましたね。はい。で、3番のアーティストマイダスさんといったところですね。はい。今のところね、あんまりツーシーム来てないフォーク中心ですね。さあ、ノーストライクズ、ここは狙い目ですね。ここがちょっと1個もったいないかなといったところですね。はい。ちょっとね、今のバッティングについてはちょっと後で、しっかり触れていきたいと思います。はい。で、これがね、お悩みであるツーシーム系が打てないといったところですかね。はい。続いてね、村上選手ですね。ここがね、めちゃくちゃいいバッティングをします。ちょっと皆さん刮目しておいてください。はい。完璧ですね。素晴らしい。このバッティングができるんで、基本的にやっぱ振り遅れること自体にね、何かが原因があると思うんですよ。はい。で、確かね、この筒香選手の時に結構がっつりと振り遅れると。さっきの村上選手のバッティングと、次のボールですね。ここの筒香選手のバッティング、何が違うか、皆さんわかりますでしょうか？はい。それはですね、またちょっと後でしっかり触れていきたいと思います。これもね、惜しいですけれども、あれをね、やっぱり左中間、レフト方向に持っていけたら、なお良いですよね。やっぱりね、センターに打つと、なかなかね、打率、残しにくいゲームになってるんで、まあ、しっかりとね、レフト方向に持っていきたいなと。まあ、どうなんだろう、この方がね、ちょっと大会後とかで、超高速からランク戦に戻ったばっかりとかだったら、全然しょうがないかなと思うんですけど、まあ、できたらね、やっぱり流し打ちはしていきたいボールになりますね。いや、代打の代打。堂林さんに代打。羨ましい。さあ、ここもギータ。特能がね、あんまり出てないなっていう印象なんですけど、ちゃんと上げてるんでしょうかね。はい、試合を見て感じたことからお話ししていきますと、全体的に上手なんですけれど、少し迷いがあるように感じます。特に顕著に出ているのが、この失投に振り遅れてしまったり、苦手と言っていたね、この高めのフライですね。僕自身も打てなくなってきたり、絶対に負けられない試合なんかではよくね、思い切りがなくなってしまいます。振る寸前で一瞬躊躇してから振ってしまう。これをね、よくやってしまいます。振るときにちょっと迷ったり、ビビったりしてしまうときの僕の修正方法をご紹介します。まあ、たくさんあるね、僕の引き出しから依頼者さんにもね、一つ試してほしいリズムがあります。まあ、ちょっと恥ずかしいんですけれども、まあ、頭の中で言ってもいいし、口に出してもいいんですけれども、ちょっとこれを言ってみてください。よくね、プロ野球の応援とかである、おい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 おーおい、これです。はい。恥ずかしいな。はい。でもね、これやるとめちゃくちゃ思い切り振れるようになります。実践してみるとこんな感じです。おいおーおいおーおい、これね、思いっきり振れるんですよ。おーおいで、このおーっていうのも結構間を取れるんで、変化球を流し打ちしやすくなったりします。おーおい、こんな感じです。一回ね、ちょっと騙されたと思ってやってみてください。この最後のおいとね、実際に振りに行くタイミングがずれるとね、すごい違和感感じるんですよ。なので、自然とおいのタイミングで振りたくなってくるし、自然とね、それが振れるようになってきます。ぜひね、一回やってみてほしいなと思います。はい、続いて、依頼者さんが一番悩んでいる高めをフライに上げてしまうという点について考察していきます。原因はですね、正直たくさんあると思うんですよ。バッティングはあんまりごちゃごちゃ言うと余計に打てなくなってしまうんで、できるだけシンプルに行きましょう。主な原因は3つ考えられるかなと。1、シンプルに振り遅れ。2、カーソルを持っていく位置が悪い。3、そもそもの目付けが悪い。丸1、シンプルに振り遅れについては、タイミング自体はね、村上さんのあのホームランみたいに打てなくはないので、あとはね、ビビらないこと、そっちを優先してみてほしいです。さっきのね、おい、実際ちょっとやってみてほしいなと思います。丸2、カーソルが間に合ってないという点ですね。カーソル感度5でプレイしているので、よっぽど間に合うと思いますが、この打席とかね、最初に持っていく位置が全然合ってないんですよね。で、完璧に打てている打席と比較してみてほしいです。完璧に打てている時は、最初からカーソルが合っている。カーソルが合えば思い切り触れてタイミングも合う。ということはですよ。カーソルを合わせる訓練をひたすらするしかない。はい。これはですね、申し訳ないですけれども、やっぱりやり込みです。自分で練習するしかないっていうアドバイスはね、アドバイスを放棄しているように感じてしまうかもしれないんですけれども、僕なんかよりももっとね、上手い大会ベスト8を狙う猛者の人たちとかって、皆さんが考えている50倍ぐらい練習します。例えば、今ね、藤井投手の変化球の挙動が変わったら、打てるようになるまでね、猛者同士で協力してルーム戦をして、強い投手が出たらまたね、さらに練習してって、そうやって一人一人しらみつぶしにね、打ちにくい投手を克服していってます。僕らみたいに、再生数稼げるって言うてね、動画をポチポチ編集している間に、本当の猛者たちは血眼になりながらね、攻略本を編み出してるんですよ。僕はね、そういうえぐい猛者の友達もいるからこそ言いますが、やっぱりね、そういったところは練習していくしかないです。今は打撃練習で苦手な球種、コースがね、練習し放題なんですから、カーソルが完璧になるまでやるしかないです。僕がですね、3割の時は練習なんてなくて、ランク戦で負けて覚えるしかありませんでしたからね、しっかり練習やり込みましょう。3、そもそもの目付けが悪い。これは結構あるんじゃないかなと思います。ずっとね、同じ箇所だけを見てたら、そこしか見えなくなってくるんですよね。だんだん人間の視野って狭くなってきちゃいます。リアタイもプラチナタイまで来たら、高め一辺倒の人ってかなり少なくて、低めを中心に攻められることが多いです。そこで急に高めが来るとね、一瞬でパッと視野を上げて差し込まれてしまう。それを避けるために僕は打席の最初のカーソルぐるぐるするときですね。高めギリギリはここ、低めギリギリはこことね、一回視野をリセットするようにしてます。低め中心に攻められて、いきなり目線をバッと上げるから差し込まれてしまうという可能性もあるかもしれないですね。まあこれは本人さんしかわからないことですので、もし当てはまってたらね、意識してみてください。あとまあ高め中心に攻めてくる、例えば上沢投手、堀江投手などですね。こういった投手と対戦するときは、僕はカーソルの位置を気持ちね、高めで構えてたりします。そういった対策もしてみてはいかがでしょうか。はい、今日のまとめです。打っててね、躊躇してるなとか、ちょっと緊張してビビっちゃったなという時はですね、おー、おいってやつ。これ試してみてください。高めがですね、打てないという点については、最初からね、ツーシームの着弾点にまずはカーソルを持っていくと。で、それができるまでね、やっぱり必死に練習していくしかないです。ずっとね、低めを攻められた場合、意識して、高めを見て視界をリセットしてみてください。あとね、高めギリギリはここだっていう、その視界を上げることによってですね、ボール球を振らされたりとか、反応が遅れるっていうことが少なくなってくるんじゃないかなと思います。はい、ここまでね、ご覧いただきありがとうございました。少しでも依頼者さんの参考になれたら嬉しく思います。さて、お待たせしました。この個人指導の依頼方法についてですね、こちらの動画をどうぞ。この打撃指導シリーズの応募者が多くなってきていて、全員をね、見ることができませんよという点なんですけれども、今後はですね、その依頼をすべてね、僕が目を通した中で、一番熱意を感じた方からちょっと優先にね、動画にしていこうかなと思います。応募方法は、僕のツイッターを調べていただいて、僕の何のツイートでもいいですので、個人指導の件で連絡を取りたいですというふうにリプライをしてください。そして、この丸1から丸5、プラスね、何か一言いただいた方の中から選ばせていただこうかなと思います。ぜひね、たくさんのご応募お待ちしております。はい、ぜひですね、皆さんのご応募お待ちしております。チャンネル登録よろしくお願いします。それは